皆さん、こんにちは。ピボットの佐々木です。今回のピボットフットボールでは、アジア最終予選を展望するということでお話を伺います。ゲストにお迎えしましたのは、スポーツライターの三村祐介さんです。お願いします。よろしくお願いします。はい。そして、レオザさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回、ちょっと木崎さんは出張、海外出張中ということで、あの、今日はお二人に、あの、最終予選をですね、深掘りしていただきたいと思います。 で、今日のテーマなんですけども、大きく5つ準備しております。まずですね、今回からあの予選のレギュレーションが変わりますので、その変化について解説。そして今回の予選楽しむポイントはどこにあるのか。そして日本代表にとって前回大会との違いがどこにあるのか。まあ、今回果たすべき義務テーマというのは何なのかということを前った上で最後、中国戦のスコア予想をしていただきたいと思います。 まず最初にこのレギュレーションの変化のところ、ちょっと三村さんご説明いただいてもいいですかはい。えっ、ー、と、まず本大会が、えー、32カ国出場から、ま、48カ国出場に変わったので、アジアの出場枠も4.5枠から8.5枠に変わりました。で、今回の今このグループ A から C って出てる中で、これまあ、 三次予選、正式名称三次予選なんですけど、も、まあ、いわゆる最,最終予選だと考えていただくと、最終予選も今まで12カ国しか出場できなかったところが、まず18カ国出場できているということで、まあ、全体的にちょっと、えぇ、ー、強豪国がばらけたっていうところが一つあって、で、その各グループの2位は、2位までは自動出場。で、3位と4位がプレイオフを戦うという形になってますね。 これ単純に言うと、相当、相当というと言い過ぎかもしれないですけど、かなり楽になるということなんですか、ね、あそれは間違いないと思います。あのまもちろん、アジアのレベルが上がってるっていう意見もあると思うんですけど、アジアのレベルの上の方が上がったというよりも、アジアカップだったり、こうワールドカップの最終予選の前とかも含めて、予選に参加する、あるいはアジアカップに参加する出場国が増えたので、下の方のボトムは、ボトムラインは上がってると思うんですけど、そんなに上の方が上がってるというわけではないので、おっしゃる通り、 はいまあ、比較的余裕は持てるような最終予選だったのかなという感じはしますオタああさん、このレギュレーションの変化って、どういうふうに見ますか、影響としてですねあ、まあ、本当にあれですね、あのー、相当な油断とか、相当なトラブルがない限り、大丈夫だろうなっていうふうに、うん、あの思えるような、まあ、変化だなって思いますねああその意味も含めて、ちょっといきなり早いんですけど、今回、予選通過の確率って、もう99%って言っていいんですかね。 言わないといけないと思うんですけど、まあ、サッカーなんて何があるか分かんないってあるんですけど、<laughs> うん、この、例えば監督目線になった時に自分が日本の戦力を揃えてて、まあ、こういうレギュレーションになってて、えー、あの、突破の確率考えた場合、これ、しないとまずいなみたいな、こう、絶対しようっていうより、しないとまずいっていうモチベーションになるような、まあ、レギュレーションだったり、まあ、自分たちが抱えてる戦力だなっていう,うに思いますね。あ そういう意味ではアジアカップとかにもちょっと似てるんですかね。アジアカップの時もあの時日本好調だったんで、もう優勝してちょっと当たり前ぐらいの雰囲気あったじゃないですか。はい。そういう意味で勝って当たり前的なプレッシャーは高まるんですかね。あると思いますね。ただそこで、なん,ていうんですかね、この、アジアカップ、これ、それこそ、あの、中に入ってる選手しかその、緩みになるのか、あの、停滞なのか、そういうのって感じれないもんじゃないですか。アジアカップも、ね、ああいうことになるとは、まあ誰も思ってなかったんで、なんでその、 数字のマジックっていうか、それ、現状を選手が把握したときに、じゃあ余裕だなと思って、1個の球際せらなくなったときっていうのは、チーム弱くなるんで、そこちょっと1試合目見てみないと分かんないところでありますねそのあたり、三村さん、どうですか、実際に取材もされてて。はい、まあ、あのー、その1個の球際を甘くなるっていうところは含めて、そ考えて、意識してる選手と、まだ、あ、ちょっとどこまで考えてるのかなっていう選手がいると思います。例えば森田選手なんかはもう 自分たちはワールドカップ優勝を目指すんだから、その、えー、前提に立って、勝つプラス何かのテーマを持って、じゃあもう圧倒するとか、そういうことをやってやんないといけないっていう、新たなモチベーションの持ち方っていうテーマを設定するっていうような選手が、まあ、大半であれば問題ないと思うし、おっしゃる通り、レオさんのおっしゃる通り、そうじゃないところがあれば、もちろん、あれ、あれっていう状況で、バン番ルわスの確率がだんだん上がってしまうっていう状況になるのかなと思います。 それで2つ目のテーマです。楽しむポイント、今回見どころ、まあ、中国戦、バレー戦とその後また続きますけど、どういうところをポイントにしていくといいんでしょうかね今回、まあちょっと面白いなと思うのは、単純にあのライトのファンの人にも面白いなと思うのは、中国との初戦の相手がクロアチア人のイバンコビッチさんという方なんですが、これは前回の予選を覚えてらっしゃる人もいると思いますが、初戦でオマ、えーンにホームで負けましたけど、その時の監督なんですね。そういう因縁もあったり。 あるいはインドネシアの監督。まあ、アジアカップでも日本対戦しましたけれども、インドネシアはかつてトルシエ監督が日本代表を率いてたように、U20、U23、それからトップチームと同じ監督が、えっ、ー、と、率いてまして、その、この間の U23 アジアカップでは、えっ、ー、と、韓国代表、母国を破った新さん、新低音監督っていうのがいるので、そういう監督がいて、えー、ちょっとなんかこう、日本対策もいろいろ考えてきて、 昔の日本を見てるようなっていうところの楽しみがあります。あとは、まあ、バーレント、サウジアラビア、中東のアウェイでは日本苦手としますんで、本大会でも、本大会を逆算したときに、本大会は北中米ワールドカップ、カナダで対戦しない、カナダの試合でない限り、おそらく相当アウェイな、えー、状況が予想されますので、そこで、バーレント、サウジっていうのはアウェイの中で選手がどれだけやれるのか、戦える選手って誰なのかっていうのを見極めにも、あるいは、 そこで結果,結果を出せるかどうかの試金石にもなるかなっていう楽しみ方があると思いますょオタさん、どうですか、見どころ、見どころ楽しみで言ったら、あの変な采配をしない限りなんですけど、両ウィングにあの三苫と伊藤純也が揃うんですよね。なんで、この両ウィングが普通に機能あの、ちゃんと両ウィング張らせる形だったら機能する、本当、世界屈指のレベルの。 世界屈指のレベルの両ウィングだと思うんですけど、このウィングに、あの、ちゃんとボールが供給されたらスペイン代表の2個山るみたいな感じのサッカーなんで、<laughs> ただこれがなんでちゃんとってこんだけ寝押ししたかっていうと、そういうウィングが、この自由にやっていいよってなると中入って、両ウィングすごいいいはずなのに中入っててサイドバックが高い位置取ってますとか、あの、ワールドカップの時にあったみたいに、 相手が引いて守ってきたときにボールを持たされて、そこにパスが行かない形でずっとサッカーやるみたいなのは日本代表あるんで、その両ウィングが楽しみなんですけど、それを楽しみになるようなサッカーやってくれるかどうかは、ちょっとガチャ的な要素が今までの日本代表だとあるんで、そこがまあ楽しみだり注目ポイントかなと思いますね。あ引かれたときの攻撃っていうのはまだなんか確立されたパターンがないというか、いつも日本が苦戦するパターンではありますよね。そうですね。で パターンを確立するっていう考え方も一つ重要だと思うんですけど、もう一つは、あの、原則的なそのボールをつなげるような立ち位置に立つってだけでいいと思うんですよ。その、絶対にこの選手にあのボールを渡して、えー、この動きをするんだみたいなのって、まあ、ある意味対策されやすいところであるじゃないですか。なんですけど、そのボールが行くような形を作るっていうところで、うん パターンは作ろうとしてるんですけど、そのパターン自体に矛盾があるというか、はい、そういうことがあるんで、なんで、日本代表に関しては、その、結構、いろんなことやろうとか、さっきの森田選手の話あるみたいに、膝を上げるみたいな話の、もっと手前のところちゃんとやるのが大事かなと思ってますね。三浦さんどうですかああ、でもおっしゃる通りで、これちょっとレオさんとぜひ話したかったんですけど、はい、その、まあ、森田選手なんかはこう、えっ、ー、と、例えば、 6月に3バック試したじゃないですか、2試合。はい、で、まあ、こう、いろんな意味があると思うんですけど、その3バックになると比較的、まあ、いろんなところで三角形ができ、トライアングルができやすいので、はい、あの、まあ、こう、うまくいくんじゃないかっていうことを言ってたんですけど、だからそこが、 チームとしてなかなか詰め切れてないから、そういう方がいいのかなっていう発言にも思うし、それ現状、別に、森さんは誰かを批判するわけじゃなくて、まあこういろんな時間帯とかあると、そういうことをやっていくのが一つポイントなのかなっていうふうに考えてるのかなって僕は感じたんですけど、まあ6月ね、そういうこともやりましたけど、レオさんどう見てましたあの、すごい含みのあるコメントだなと思って、あの、3バックって、その、守備においては、 プレスが機能しないときに、まあ、ゴール前まで持ってこられちゃうじゃないですか、ボールを。ってなると、あの3バックって5バックになるんですよ、守備のときに。両ウィングバックが下がって。これって単純にゴール前に人数が増えるんで、プレスが機能しなくてゴール前まで持ってこられたとしても、そこで弾き返したりとか、守備でエラーが起きる確率を低められるんですね。で、攻撃に関しては4バックである現象っていうのが、両サイドバック上がって、 それによって2センターバックのものすごく技術が必要とか、中盤に、あの、縦パス入った時の中盤の、あの、選手のハードル、なんですかね、こう、技術的な負荷が上がるみたいな、っていうことが結構あるんですよ。ーバックだと。これが3バックだと、パス入れられる角度が多くなって、全体への供給がスムーズになるとか、4バックよりも、ボールをつなぐ上での形の可変っていうのが、スムーズに起きやすいんですね。 なんで、戦術的な、えっと、修正だったりとか積み重ねがうまくいかない監督ほど、あの、ファイブバックが、まあ、スリーバックとファイブバックの併用が一番うまくいくっていう。もう本当にあの、選手に戦術を細かく言わなくても、スリーバックやっといた方が、スムーズにサッカーってできるんですよ。で、それを、あの、おそらく、かなり優しく言って言い方が森田さんの言い方だと思います。なんで、トライアングルできやすいっていうのは、まあ、そういうところで、なんで、フォーバックの方が、こう、 前からプレスをかけやすかったりとか、えっ、ー、と、攻撃の時にも、あの、3バックよりもセンターバックの枚数を少なくできるんで、タレントを多く使えるっていうのがあるんですけれども、ただ、日本代表の今までの、まあ、戦術的な、まあ、修正力だったりとか、構築力の、まあ、低さで言うと、これはもう個人の問題ですけど、それで言うと、あの、3バックが、まあ、最適っていう、あの、選手からの意見っていうのはすごく妥当だと思いますね。 したらどうしても点取りたいときはもう3バックにした方がいいってことですね。あ、と思いますね。なんか一応複数の狙いがあって3バックを採用したらしいんですよね。で、まあその一つは、えー、まあ本大会でもアジアの予選でも、まあこう引かれたときにどうするかっていうことを考えてるみたいですね。どうも、推察するす、うん、ああ、これ3バックにして点を取りに行く時の具体的なメンバーなんですけど、その時もウィングバックに左、三笘、右、伊藤。 そしてトップに上田綾瀬シャドウに久保鎌田みたいなイメージなんでしょうかどっちかっていうと、攻撃のタレントを豊富に使えるようなフォーバックなんで、普通なら点取りに行くならフォーバックなんですよ。なんですけど、この日本代表の考え方として、3バックで点を取りに行くっていう考え方だったら、両ウィングバックに三笘とえ伊藤とか突破力のある選手にして、で、3バックにまあ配球できる 3枚を揃えるみたいな。でも、サイドバックのキャラクターはいなくなるんで、ウィングが、ウイングバックが突破できないときに、この、それを追い越してあげるような、まあそういった戦術の約束ごととか、もしくはそれをできるような3バックの両脇を揃えてないと、もう両ウィングバックがまあ突破できなかったりするとき停滞しますし、まあその、テントリー行くときに、ウィングが疲れてるっていう,ようになると、伊藤樹や三笘をそこで交代するっていうこともあり得るんで、 で、ワールドカップの時も両ウィングをえ三笘伊藤で殴るって形するのかなと思ったら中に伊藤純也入れて、あの、坂井博樹使って、空中戦はそこ行けるんですけど、結局継続して両ウィングの強さを生かすっていうのは選べなかったんで、そのあたりはこう見てる側と、うん、中で、えー、そのサッカー作る側の人たちのその最適解の素言みたいなのは見てる人にはイライラするポイントになる可能性は高いですね。 あとは、そこで言うと、なんか、まあ、まあ、森安監督だったり、その、道安選手とかの話を聞いてると、まあ、結構左の三笘選手に頼ってる部分があるのかなと思っていて、右のアウトサイド、その、道安選手に入れて、みたいな。まあ、その3バックにする、えきっかけも、その問題は、さっきの、あの、崩すところっていうところのありながら、まあ、2月、昨シーズン、昨年、昨シーズンの2月、まあ、今年の2月ですけど、まあ、レバーゼンーなんか見て、まあ、やっぱ、両ウィングバックがかなり、 その逆サイドのボールがある時に入ってて点を取ってるよねっていうところでまあ右の同案選手を多分右にウィングバックとしてこの間も試しましたけどで実際今シーズンも開幕戦4バックだったんですけどまあ右のアウトサイドで点取ってそのまさにさ逆サイドからのクロスに入ってるような形だったんでまあそういうことは考えてるんでしょうけどまあそうすると三笘選手の負担が結構大変になるなとか三笘選手次第になってしまうところはあるなっていう問題点はちょっと感じられますよね今のところね。すべてプレミアリーグ開幕以来 あの、三笘選手アシストしてゴールをしてますけど、レオザさんどういうふうに三笘選手の調子、コンディションを見てますかめちゃくちゃいいですね。ほう。本当にあの、プレミアリーグの中でもトップクラスのウィングだと思います。もう一人抜けるのは当たり前でそこからチャンスも作りますし、またあの、まあ、開幕の時のあの、あのピボットのあれでも言いましたけど、逆サイドからのクロスだったり、三笘自体のクロスが、まあ、チームの戦術的な約束ごとになってるんで、そこもあの、機能してるポイントだと思うんで、 日本でそういう戦術的な約束ごとの、あのー、サポートはないですけれども、ただ、三島自体の、えー、能力と相手との,この力関係の差はあるんで、まあ、そういったところでも期待していいと思います。 ありました三村さん、どうですか、その意味でも。力関係の差っていうと、ちょっとまあざっくりと言うとですけど、うん、そのさっきの、えー、どう絶対に勝たないといけないっていう話、絶対に勝つって話の流れで言うと、うんまあ、選手の市場価値、もうこれ圧倒的な差なんですよね。グループリーで日本だけ全部の選手の市場価値の総額が 2, 2億7600万とかなんで、まあ、その2番目に高いオーストラリアの9倍ぐらいなんで、8.5倍ぐらいか。 だまあ、なので、その選手の,その個々の能力の差っていうのは圧倒的なんで、まあそういう意味でも、そこの個だけで潰せるところは、まあ多少あるのかなっていう気がしますけどね。うん。それが前回大会との違いっていう大きい差ってことですね。あ、そうですね。まあその前回大会よりも選手の個のレベルっていうのは間違いなく上がっていると思いますね、一つ。はい。うん,うん。わかりました。他に前回大会との違いはあるんでしょうか あまあ、前回大会との違い、こう、まあ、ちょっと戦略の話なんであれですけど、まあ、一つ分かりやすいのは、前回大会は9月で最終予選開幕だったんですけど、その前に東京オリンピックがあったんですね。で、東京オリンピックはまあ夏、8 7月、8月にあったと思うんですけど、そこに向けての6月の、オリンピックの前の6月の最,最後の A 代表の活動では、5輪組が抜けて、まあ、オーバーエイジも3人いなかったんで、かなり、えー 簡単と試合だけをこなすという4試合あって、そこ結構選手たちも、えっ、ー、と、フラストレーションを貯めていたし、単なるこの選手の序列争いだけしか行われないようなところで、事前の積み上げっていうのがな,なかったんですよね。で、今回は一応3バックやったりして、いろいろ選手たちもそこに意欲的に取り込んでたっていうところもあるんで、まあ、前回と比べると、まずそこがまず全然ぜ、その前の活動っていうところの準備が違います。それからまあ、えっ、ー、と、遺跡県の最終日が前回は、えー この最終予選の週にかすかなってたんですね。そうすることによって、富安選手と森田選手は、えー、初戦呼べませんでした。まあ、富安選手はそこでアーサナルに移籍して、森田選手は移籍は成立しなかったんですけど、移籍がするかもしれないからっていう状況だったんで、まあ、その辺でも選手の状況が違う。で、それから、まあ、前回は結構怪我人とかも多い中で、まあ、東京五輪組をもっと組み込めばよかったんですけど、初戦は結構、えー、手堅く、そうじゃない選手たちを、 起用してなかなかうまくいかなくて、2戦目は逆に久保選手使って、すごく久保選手が輝いたりっていうところの、選手起用の失敗っていうところもあったんです。まあ、それは全部踏まえて、森保監督も相当気を使って、前回このかなり五輪シフトにして A 代表の最終戦をちょっとないがしろにするような6月の過ごし方をしてしまったんで、今回はそこは反省してるんで、まあ、そういう意味でも前回大会とは本当に選手の市場価値だけじゃなくて相当な違いがあるんで、 これでこけたらもう本当にワールドカップ優勝っていうのがもう本当取り下げた方がいいぐらい逆に有利なんでもう本当に強いところを見せてほしいなっていうふうに思ってますけどね。はあ、もう本命中の大本命っていう感じで勝って当たり前なんでなのでチケットの売れ行きも悪いんですかね。そうですね。まだね、うん、昨日の時点ではこの収録の前の9月2日の時点では最終予選なのにチケットがちょっと余ってるっていうちょっとね、不安になる要素はありましたよね。レ田さん、前回大会との違いどういうところにあると思いますか。ウイングの質ですね。 あ完全に、えっ、ー、と、三笘だったり伊藤とか、まあ、ドアもそういったところを取り組んできたでしょうし、中村慶太が出てきて、で、久保武さんもそのウィングできると。これ、何が違うって、1対1のところでコンビネーションに頼らずっていうか、それ以外の選択肢でもう、 1>, 1対1で確実に抜けるとか、相手が1対1の状況を作らないように頑張らなきゃいけないような戦力が日本のウィング揃ってて、これが前だと、そこをサイドバックが高い位置を取らないと攻撃できないとか、日本の側の目線で。あの、中盤の選手がサイド流れてくるの、誰が流れるとか、誰がそのサイドの高い位置を取ってみたいなところの配置のバランスだったり、いろいろあっていうの中で、 その高い位置をサイドバックが取れないから、相手を広げられなくてっていうのが、まあ、前回あったんで、まあ、4年、5年あると戦力変わりますんで、一番森安監督が苦手な部分を、この力で打開できるようなメンツが揃ってるっていうのが大きいなと思います、ね、そうですよね。ここに今、ちょっとメンバー出してますけど、そのウィングも盤石、はい、攻めは盤石だと思うんですけど、はい、この守りのところ、富安選手も欠場する中で、そこって不安はありませんか 一番不安なのはやっぱ鈴木座右ンですね。あ、そこが不安ですかはい。あの、パルマイってやっぱり格が上がってるじゃないですか、選手として。はい、ただ、あの、ミスの種類っていうのは、あの、似てるんですよね。ハイボールの処理とか、うんうん、あの、うん、ディフェンス陣との連携っていう。あの、僕、鈴木座右ン大好きなんですよ。キャラクターとしても好きですし、うん、あの、すごい努力ラーも知ってますし、ただ、やっぱり、あの、 判断とか、コーチングとかの部分で、どうしても、あの、そこが得意な選手が多かったですか日本って、あの、ゴンダ選手だったり、川島選手だったり。あの、鈴木選手って言っちゃえば、攻撃のタクトを振るったりとか、その、攻撃の一手目になるような、キックの良さを生かすようなキーパーだったり、あとは、まあ、瞬間的なセーブとか、そういう身体能力だったり。ただ、リーダーシップ取りながら、後方から安定感を出し続けるっていう働きは、まだ日本代表で見せれてないと。 なんで、これが、あのー、そのまんま乗っていけたらいいんですけど、アジアカップみたいなミスが起きて、うん、そこから、えー、ちょっと不安になってチーム全体にその流れが波及してって、ならないとは言えないんで。ああ。彼のミス、ミスは結構、なんか、連続性があるというか、定期性があるってことなんですね。たまたまじゃなくて。そうなんですよね。その、<ー>今までの日本代表のキーパーとちょっと強みが違うんで、 で、かなり期待値あると思うんですよ。それこそ、あの、ずっと使ってたら伸びていくタイプで、一個一個覚えていくタイプだと思うんで。で、そう、身体能力あって真面目な選手って、大物になるみたいなのは結構あるんですよ、どの国でも。なんですけど、それが、うん、まあ言っちゃえば、今、仕上がりきってるかっていうとそうじゃないんで、セキーパーを、この、大阪谷鈴木座よんだと鈴木座よにしそうじゃないですか。ですよね。ってなった時に、大会の序盤にミスが起きたりとか、そういうふうになると、この、 その流れ引きずってみたいなのがちょっと不安ですね。あの今、実力不安というより、そういう流れになった場合に不安っていう話ですね。三村さん、いかがですか、ザイオン選手。いや、その、ただシュートの,そのブロックした後とか、パンチングした後のところで、連続でシュートって止めてはいるんですけど、なんかその、じゃあ、どこに、相手のシュートどこにリフレクションするかっていうところで、アジアカップでもこう、えー、まあ、批判される部分もあったと思うんですけど、そういうのがパルマでも、 やっぱ似てる部分で出てるのはあるのかなっていうのはちょっと気にかかってましたね。うん、いきなり対象になっちゃいましたもんね。やっぱりハイボールの処理ですね。本当にあのディフェンス人との連携だったりとか、そこって、あの、ちょっと慣れというか、あ,あと相手も、僕が相手の監督だったらそこ絶対使おうと思うんですよ。あのー、セットプレイとかでもよくあるじゃないですか。コーナーキックとかで。 相手のゴールキーパーの周り囲んでうまく出させないようにしてエラー狙うみたいな戦術。それとかって、あの、鈴木座用に機能しやすい戦術だなっていうふうに思いますし。なんで鈴木座用自体がどのぐらい安定感出せるかが重要だと思います。ディフェンダーはどうですかあの、あ富谷選手がいない中で、はいね、板倉選手もそんなに調子良くないですよね。あ、いや、板倉選手に関してはすごく今良いですね。あ、上がってきたんですかはい。<う>すごく今シーズン良くて、えっ、ー、とまあ、前回思わンに初戦で負けたのって、センターバックが、 まあ、上田選手と吉田選手っていう二人だったんですね。で、お前相手を押し込んで、その二人、今の言った二人ってその高さとか強さがある人だったと思うんですけど、やっぱカウンター対応っていうのは決して得意じゃなかったと思うんですけど、三田倉選手に関してはすごく良くて、まあ、今シーズン結構グラッドバッハかなり押し込んでるんですけど、あの、そこで押し込んでるからカウンター対応で結構1対1で、まあ、開幕戦はブレイバークーズでしたけど、押し込む時間もあって、そこの対応がすごく良くて、第二節もデュエル1番で、えっ、ー、と、えー キッカーでもベスト11入ってて、で、しっかり、相手のカウンターの,ものをしっかり潰してたんで、あ押し込む時になった時に、板倉選手は今,今の状況はすごく頼りになるし、いい状況で入っていけるのかなと思いますね。まあ、もう一人の相方をどうするのか、まあ、谷口選手にするのか、町田選手にするのかっていうところはあると思って、で、まあ、谷口選手と板倉選手は結構やってるんですけど、町田選手を使う時に、まあ、ちょっとそこのコンビネーションっていうところで、えー、ちょっとどういう感じになるのかなっていうところはまだ未知数ではありますけどね。 3バックの場合の、あの、人選というのは、谷口、町田、いたぐらいになるんですかと思いますけどね。今のメンバーだと。はいうん、バック、3バックのところは、も含めて、ディフェンダー面は、レオザさんはどうですかそんな不安ないですか僕、いやその、相手にもよりますけどね、その、特に、やられて、あの、パスつないでくる相手だと、結構不安はないですね。うん、やっぱパスつないでくる相手だと、守備も、あの、言っちゃえば、 プレスかけてかわされたところ一瞬下がってっていう、いけば相手の攻撃の,あのスピードと自分たちの守備のスピードっていうので、うん、日本がすごいフィジカル的に劣ってたらそうはならないんですけど、結構陣形自体が間延びしにくいんですよね。パスつなぎながら、まあ押し込まれるんだったらそのままですし、あの、前プレイしたとしても、ショートパスでつながれるんで、その、前プレイした分の間延びが、こう、また詰まっていくみたいな,なんですけど、 ロングボール使われた場合なんですよ、怖いうのは。うん、これ、ロングボールって、あの、日本が前からプレス行きます、ロングボール使われて前からプレス行った人が戻ってくるじゃないですか。その時に、あの、アジアカップでもあった現象なのは、ロングボール使われて、弾き返しのところで拾われてだったりとか、その、ディフェンスラインがさらされた時に、あの、撤退したところからの守備が間に合わなくて、まあ、失点っていう形。 とか、ディフェンスラインが出、誰か選手が出た後に他の選手が絞りきれないとか。っていうところは怖いんで、その、ロングボールを使うところに対する、ただ後ろの選手の空中戦が弱かったでしょあ処理しないような、チームとして、そのロングボールにどう対応するのか。出所を潰すのか、出所を潰せないときに、どうやってそのこぼれ球を拾うのかって話と、あとはディフェンスラインが弾き返すのに前に出たときに、そこを連動してちゃんと絞れるのかっていうところで、 人自体の不安は、あの、アジアレベルだとそこまでないんですけれども、組織として日本が苦手な攻撃されたときに、アジアカップみたいな苦しみっていうのは生まれるのかなと思いますね。 そのレオさんそれちょっと聞きたかったのは、その前回アジアカップの時、えっとグループリーグでイラックに負けた時に、そのイラックがゴールキーパーから蹴ったんじゃな蹴るんじゃなくてロングボールを。で、ちょっとゴールキーパーからセンターバックとかに一回預けてそっからロングボールを蹴るんで,で、センターバックに預けた時に日本のフォワードが先に行っちゃって、結果的にちょっと間延びし状態で蹴られて前線と空いてしまってそういう問題があったっていうのは結構選手たちから聞かれたんですけど、そこはどっちではっきりするのがいいですかね。あの、これって、 行ったから間延びしたっていうより、はい、行ききれなかったから蹴られたっていう考え方が重要だと思います。ただこれが、その、うん、あの、そこを徹底するのってめちゃくちゃ、まあ、普通のことなんですけど、この普通をやらせられるかっていう、ロングボールを蹴るっていうことは、それだけあのボールを置いて蹴るまでに、あの準備がショートパスよりも必要なんですね。置く位置によって飛距離が全然出なかったりとか、うん、寄せられてるとそれが気になって、 飛距離が出ないっていうのがあるんで、これを間延びきにして、プレスいってるけど緩かったりとかすると、綺麗に蹴られるんですよ。で、それを弾道を高くされたりとかすると、うん、ディフェンスって弾き返し難しくて、バタバタ蹴られると、ディフェン、あの、ロングボールの弾道って低くなるじゃないですか。うまく蹴れなくて。そうすると、あの、野球とかのバットで考えてもらえばわかるんですけど、まっすぐのボールだと打ち返しやすいですけど、ポワーンって来たボールを、 綺麗にホームランするってむずいじゃないですか。みたいなのとヘディングって結構同じ現象で、これが、日本の場合は、その、単なる間延びじゃなくて、まず出どころにプレスをかけれてないと。じゃあもう出どころプレスかけられないんだったら、しっかり、例えば、ロングボールの時は、まあヨーロッパではよくありますけど、フォーバックの間に中盤降りてきて、ファイブバック化して、ディフェンスラインの選手が、はいうん、え、この,間の、横に間延びしないようにして。 で、中盤が降りてくる分、前線も中盤化して、言っちゃえば後ろに密集作るみたいな。こういう出所を抑えられないんだったら、あのー、このパスの、えっ、ー、と、行き先の方を、 密集させるとか、しっかり出所を抑えた上でボールブラして、えー、そこから弾き返しやすくするとか、そこの目線を揃えられるかどうかです、ね、やり方は複数あるんですけど、何を最適と思ってるかっていうのをチームで統一できてる感じがロングボール対策では日本ないんで、んこれが問題だと思います。井村さんどうですか両さんいや、おっしゃる通りで、いや、そうなんですね。だから、この結局、えっ、ー、と、今のチーム結構選手たちからも意見出て、ま、いろいろディスカッションしたりするんですけど、 あの、事前に多分こういう問題があるからこうしとこうっていうことじゃなくて、一試合目とかにそれでやられちゃったからじゃあ次と、次やらないようにどうしようっていうか、どっちかというとその話し合いだと、選手たちのディスカッション、ボトムアップ型の問題って、その、まあ、ルールがあんまりトップダウンで決めないために、あの、実際に、 試合で実際に問題が起きて、事故が起きた後に今度繰り返さないよっていう対処療法になってしまって、そうじゃない時にとりあえずこれで行くんだっていうのをできないところに結構こうボトムアップ型の難しさがあって、あの今のも、なんか今回一戦目でこけたらそれができると思うんですけど、そうしない間にどうやって決めるのかっていうところは、 やっぱりちょっと監督とかがもうはっきり、えっ、ー、と、そう、もうこういう時はこうだからって。で、試合中うまくいかなくても、とりあえずこれでやってくれっていう45分はとか、そういうふうに授ける方がいいのかなとは思うんですけど、どう思いますそれ。ボトムアップっていうのを、まあ難しいかもしれない。できることなら、うん、どういう形のボトムアップしてるかまで、しっかり世間に知りたいですけど、世間に発信する、自、うん、骨のある人とかが打ちてほしいなって思うんですけど、<laughs> どういうことかっていうと、ただ、 選手に話しさせてること、話し合わせてボトムアップって言うんだったら、僕はそれボトムアップじゃないと思うんですね。選手が話し合います。じゃあ、それで行こうっていう、言っちゃえば最終的な決定をする議長がいない感じなんですよ。あの、それがアジアカップの時のあれもありましたけど、選手が、え、このプレスでこう行くとこうだからって話し合ってる時に、あの、森屋さん入ってきて縦パス入るよだけ言うみたいな動画あったじゃないですか。あれって、 あの、監督が、ま、森谷さんがやってる仕事っていうのは、言っちゃえば、こう、モチベーティングというか、いけるいけるみたいな。あの、ぎ、議長っていうより応援団長なんですよね。で、それは、時には必要かもしれないですけど、日本代表で起きてる問題って、あの、外から見ても、やり方決めろよってで、それを内側の選手も言っちゃってるじゃないですか。つまり、選手で話し合いました。じゃあ、決定してくださいっていう。 それの、この、あ、じゃあ今こうこう,こういう、あのー、話になってるからこれでいこうっていうのを決めないまま入るんで、あの、始まった後に起きた問題点に関する議論のスタート地点が低いんですよね。もう最初に分かってたところからあ、思った通りにこれならなかったからこうしようじゃなくて、うわ、こういうやり方されてるけどどうするっていうゼロベースの話みたいなのを試合中に起こすみたいな風になるんで。なんでそこのボトムアップって言われてますけど、実際は、 うん。責任放棄を一番かっこいい方でボトムアップにしてるように見えますね。それって本当に決めてないんですか森保監督とかコーチ陣が。決めてるレベルが低いと思います。ああ、決めてるレベルがいいあの、決めてないっていうのは絶対いイす。んなん。だったら攻撃とかやりすぎてておかしくなってる時あるんで。そっか。かなんですけど、やっぱり問題点としては、あの、プレスを、例えば、えっ、ー、と、キーパーから蹴らないってことは、えー、センターバックから蹴ってくれるって、なんで、 ゴールキックはプレスかけれないですけど、キーパーから1個パス出たらプレスかけれるんですよ。で、そのプレスかけます、蹴られた時に、えー、そのボールが行くところに対して、人を密集させるみたいな、っていうのをある程度予測した上でできるっていう。だから、あの、前、映像見,見ながら話した話で言うと、もう、左サイドに、えー、相手の左サイドからボール蹴られる時に、自分たちの左サイドっていうのは、 あの、ボールが行きにくいじゃないですか。逆サイドになって。なんで、そっち側を、一回捨てるやり方のところから、そっちにもしボール行った時全体で、あの、スライドするみたいな、まあ、そういう約束ことないですね。普通に絶対ロングボール行かないようなところにウィング余ってるところあるんで、日本代表だと。なんで、これって決めてたら絶対起きない現象なんですよ。そっか。決め方の緻密さが、なんか、荒いってことですね。荒いか、うん、ええー、その、選手に、 裁量を託してる部分が多いからですね。託しすぎてるみたいな。で、選手自体もそれ困ってるっていうふうに見えます。裁量を託してる部分が多いのかなっていう気はしますけどね。今、いろいろ取材してる感じだと。だその、さっき、レオさんがおっしゃったのって、えっ、ー、と、アジアカップの準々決勝のイラ,ン、えー、イラン戦のハーフタイムのところですよね。選手たちがどうするって言ってるときに、監督がこう、うん、例えば裁量って言ってて、それでこう、 そこの対策を打ててないよねっておっしゃってるところですね、うん、さっきのところだそういうところをどうするかっていうのは、まあ本当に結構問題で、多分吉田選手の時は意外と吉田選手が、まあ、 反感を買うのを分かりながらも、意外ともうここ引こうとか、そういうことをやってて、うまくやれてたような気はするんですよね。そうすると、まあ、そういう状況、こういう状況を踏まえると、まあ、遠藤選手が、まあ、その反感を変え、反感を変えっていうか、若い選手はそうじゃないんじゃないと思いながらも、ある程度試合中に関しては決めないといけないのかな。試合前でやることはまた別です。ある、ある、あると思うんですけど、っていうのはちょっと考えましたけどね。あと、森安さんのメンタリティが、いって言えば、あの、ヨーロッパのトップレベルでやってる人に、自分が言うの違うって昔 なんでそういう、まあ、肩書き市場主義というか、その,、うん、あの実績市場主義みたいな、今何できてるかよりも、何やってきたかとかその、そういうところで見るんで、結果、それが、まあ、言っちゃえば、ロッカールームでも出てるっていう、で自分なんかが入ってくより、君たちが決めた方がいいよねって、マジで思ってるる可能性あるんですよああちょっと遠慮してるんですかね。 うんですし、遠慮してるし、そこに関してそういう哲学の人って、そこの議論持っていくだけの、あの、監督としての圧はないですよね。ちょっと一つ逆に聞きたいのは、それぐらい緻密な話し合いが必要になるぐらい苦手な攻め方をしてくる相手、脅威になる相手って今回、これいるんですかロングボールが得意なのまあ、オーストラリアも今ロングボールそんなにしないんですよね。はい。確<か>はい。 そうすると、あんまりその嫌な攻め方してくる相手もそもそもいないんですかねこのメーまあ、初戦の中国とかは結構あの、国内リーグ組でやってきて、で、当然アジアカップも研究してると思うんですね。この中国の、えっと、監督は、アジアカップの時はまだオマーン代表を、まあ、4年前と同じように率いていて、イバンコビッチさん。まあ、しっかり研究して、前回も対戦、対策してきましたから、初戦で結構そういうことをやってくる。ああ、日本のアジアカップを見てたら、これ有効だなっていうのはあるかもしれないですね。 中国かなり弱いですよね。まあまあ87位とかで FIFA ランキングも。まあ今回で言うと下から2番目のところの、6カ国のうちランキングも下から2番目。まあ市場価値だと下から2番目ですね。うん、市場価値はい。そういうぐらいですね。苦手な攻め方されて苦境に陥るシーンって結構あると思いますレオザさんは。今回です。僕は全然あると思いますね。ああ、そうですか。あのー、一つは、まあ中国自体が長いボール定ウーレイとか、あのー、 センターフォワードが落としてもう一回裏走るみたいな、まあ、たまたま出たパターンかもしれないですけど、まあ、それは有効になってるシーンは、まあ、分析したらあったと。で、もう一つは、あの、自分たちが、同格だったりとか、格上だったりとか、もう、普通にこう、自分たちの実力を、あの、ちゃんとぶつければ勝てるみたいな選手のメンタリティだと、あの、今までやってきたサッカーになると思うんですよ。ただ、これ、あの、日本にとってありがたい状況なんですけど、 ちょっと厄介な状況でもあるのは、明らかに日本の選手たちってネームバリューあるじゃないですか、相手チームより。で、プレミアでやってて、すごい、もう普通にあの目立つような選手たちもいると。うん、ってなると、そういう言っちゃえば、スター軍団っていうか、明らかに相手が格上って分かってる状況の選手たちなんで、じゃあ、この日本用、この日本用のやり方、このスター軍団用のやり方で、俺らちょっとょ今回やり方変えるからっていうのが、監督やりやすいんですよね。うん もう相手が確実に格上だから相手に対して対策する立場だよね、俺らはっていう、そこの説得みたいなのがいらなくなるんで。ってなると、あのー、アジアカップでもあ,あのやり方されるって思ってなかったと思うんですよ、日本は。ただ、絶対にやるんですよ、僕だったら。うんで、そういう監督も別にあの、<laughs> あれですよ。僕が、僕だったりあるんでっていう話じゃなくて、そういう監督も実際行ったじゃないですか。ってなると、より一層、日本ってそういう立ち位置になってると思うんで、アジアで。<ー>なんで今までの、僕も分析したら普通に繋いでくるチームなんですけど、中国も、あの、バレンも。うん、繋いでくるシーンあるチームなんですけど、そこを日本用に割り切って、キーパーからセンターバック繋いで一発は蹴ると。で、そこから繋ごうとか、ちょっとそのポゼッション成分を薄めて日本用のやり方してくるっていうのは、 起こり得る状況だと思うんで。必ずしもロングボールが得意じゃない、空中戦が得意じゃないチームでもやり、そういう方向にする可能性があると思うんですね。そうですね。で、はあ、あの、競り勝つ、ロングボールって競り勝つよりも競り合うことが大事なんですよ。お<ー>あの、競り合うと思ったように弾き返せないですか、人間ってぶつかられるんで。その時に前向きでゴールに向かってボール奪うのって攻撃側の選手じゃないですか。うん。 なんで、競り合うだけで、日本の選手がプレスかけます、戻ってきてないときに、ディフェンスラインの前で、つないでないはずなのに、前向きでボール受け入れるんですよね。なんで、空中戦を得意な選手ってより、嫌がる選手を置かないことが重要で、で、日本相手で、相手が、まあ、アジアの中でスター軍団だっていう風になると、じゃあそこ泥臭くやるよねって、やってくる、もしくはやらせるっていうのを、まあ、相手の指揮官ができるような監督だったら、 全然日本の嫌な展開になるなっていうふうに思ってるんで、こればっかり蓋開けてみないと分かるんですよ。やってこない監督もバンバンいるんで、本当にこの監督のレベルっていうのはちょっと、うん、プレミアと違って僕、戦で見てないんで、ちょっと分かんないです。うんそういう意味じゃあ、全チームが極端に言うとロングボールやってくる可能性もあると考えて準備した方がいいですね。そうですね、ロングボールやってくる。で、ロングボールからの,、うん、あのこぼれ球ですね。もうこっちの方が大事です。ロングボールっていうより、ロングボールからのこぼれ球。ここが本当に重要なポイントです。うんうん そういう意味では、アジアカップは、なんかもう全チームがかなり引いてくるっていうことで、もうひたすら日本が相手を押し込んで、どうするかっていう練習を結構してたんですよね。うん、そ,たそういう状況じゃなかったっていうのが意外と生まれて、事前からの準備も含めて、そこをうまくいかなかったところがあると思います、うんで。次のテーマ、義務テーマって今の話とも絡むと思うんですけど、どういうことですか、三浦さん。はい、えっ、ー、と、まあ、義務テーマっていうところで言うと、まあ、日本がこれだけ強くなったと言われる中で、 やっぱりそのアウェイではなかなか中東勢特に勝ってないんですよね。まあ18年も22年もサウジアラビアとのアウェイで負け。14年はその中東で一番強いわけじゃなかったヨルダンにもアウェイで負け。まあ2006年、えっ、ー、と今のイバンコビッチ監督、えー、オマーン代表じゃあすいません。えっ、ー、と今の中国代表の監督がイランを率いてた時にイランにアウェイで負けたり。やっぱりアウェイでなかなか結果が出てなくて、それはアジアカップでもすごく如実に現れていて、カタールで行われた時も イラク戦なんかは本当に大アウェイで、まあイランもそうだったんですけど、強くなったんだけど、やっぱまあアウェイでその勝てるだけの力は実は意外と、えー、つけてないんじゃないかなっていうところが一つあって、それは本大会も繰り返しますけど、やっぱり中南米でやるんで、特にな、中、うん、中南米勢とかもすごい来ると思うんで、日本のは南米と相性もともと悪くて、まあ過去僕が2006年からワールドカップ全部現地で日本戦を見てますけど、一番アウェイの雰囲気だったのは14年の ブラ,ブラジル大会のコロンビア戦だったと思うんですけど、1対4で負けた。まあそういう状況が今後は、カタル大会は日本の結構、あったかいファンもあったけど、アウェイの力、ところでどうやって力を出せるのかっていう、そういう選手の見極めとか、そういうところもしっかりやらないと本大会では結構結果を出すのが難しいんじゃないかなっていうのが一つ。で、もう一つは、まあちょっとさっきも話重、重複しますけど、まあ引かれた時の相手をどうやって崩すかっていうのは一つ。えっ、ー、と、実際にもう、 この間のワールドカップでは、えー、コスタリカとの試合で、ああいうことがあった。で、今まではアジアは引かれるけど、世界相手では引かれないから、もうアジアはかんまた大変だからっていう感じでしたけど、本大会でもそういうシチュエーション、日本が強くなればなるほど起こると思うんで、そこの、えー、どうやってやるのかっていう、まあちょっと、アウェイでの戦い方とその引かれた相手、その二つのポイントで、そこをしっかりやれないと、やっぱり本大会に向けてもう逆算してやらないといけないと思うんで、こういう状況だからこそその二つは、 意欲的にね、本当にテーマを持ってやってもらいたいなっていうのがありますね。ヨト、うん、さん、今のポイントどう思われますかあの、アウェイの難しさって、その環境面と、えー、それによって、あの、整わないコンディションと、その二つあると思うんですよ。一つは、アウェイでコンディションを整えにくい中でやると、まあ試合の中で走れないとか。 まあ戦いな戦いたいけど、そのベストじゃないから、思ったように体動かないっていうのが起きるじゃないですか。で、あの、アウェイの状況だと応援とかそういうところでも、こう、もう結構あの、何すか、馬鹿にされがちっていうか、軽視されがちですけど、やっぱり、 あの、応援に厚みがあるかどうかによって、選手が走れたりとか、弱気になった時にもう一回奮い立たせられるかって、これ、実際にこの精神論じゃない精神論っていうか、こういう本当にどのチームをサッカーを応援して見てる人だったらわかると思うんですよね。で、この二つって、ノリというか、この、ちゃんと、え、この組み立ててサッカーをやらないチームにこそ、より一層重要なんですよ。あの、 戦術的なサポートがなかったりとか、いい立ち位置に立てないで攻撃うまくいかないって日本よくあるじゃないですか。でこれが、体が動いたりとか気持ちが乗ってると、いい立ち位置立ってなくてもパス交換がうまくいったりとか、裏抜けが多くなったりとかして、全然いい状況じゃないけど、その一回のプレイうまくいかせられるよねっていうのは起きやすいんですよね。で、これがアウェイ戦になると、そこの気持ち的な、あの、サポートも、コンディション的なサポートも少なくなるんで、 ちゃんとした、その戦術だったり約束ごとのもとにサッカーやれてないと、その影響がめちゃくちゃでかくなるっていう。それが僕、あの、アウェイで勝率が下がる理由って、まあ日本代表だけじゃないですけどね。アウェイっていうのは基本下がるもんなんですけど、うん、日本がより一層下がる理由だなっていうふうに思ってます。ああ、それ説得力ありますね。なんかマンチェスターシティとかみたいにシステマチックにやってるとこって、アウェイかホームか試合見ててもあんまり感じませんもんね。うん。 レオさんの今おっしゃってるのって、だから中東勢がホームで強くてアウェイで弱いってことの説明にもなってると思うんですけど、なかなかあんまり緻密なサッカーじゃなくて、うん、中東のファンとかゴール前に放り込むだけで喜ぶみたいな、わーってむちゃくちゃ盛り込む。シュートも全然バーの上なんだけど、うん、いいぞみたいな感じになってるっていうのは、うん、それが受けられるから彼らは中東では強いし、逆にそこにあんまり評価されないアウェイでは全然違うチームになるっていう。 中東勢のところにも当てはまると思いますけどね。だって戦術家のイメージあるペップ・グアルディオラが、もう、その、ペップのルポボンとかを読むと、まあ、コンディションのことばっか気にしますね。お<ー>メディカル、ど、あの、メディカルと揉めた話とかも出てきますし、あの選手は使えるのかとか、うん、こう食事どこで取ってるんだとか、のこの時間に食事取んないとダメだぞって選手に言ってたりとか。で、僕自身も監督やってて、戦術的にここに立ってこうっていうよりも、走れるかどうかが一番重要なんですよ。 走れるとどんどん裏抜けれますし、走れるとパスミスしてもすぐ取り返せますし、もうほんと走れないっていうだけで戦術的にならないで言ったら。うん。だから逆に言うと、走れるだけで戦術的になるんですよ。っていうのを、まあ、アウェイだとなりにくいんで、ここを、あのー、どうするかっていう話になりますね。ああ。それで欧州組の選手って、中東と欧州って近いじゃないですか。コンディションは、結構そんなに、 ダメージないそういうわけじゃないですいや、そんなに近くなくて、でも8時間とか9時間かかるんで、でか <laughs> その、2、3時間しか変わらないから、そんなに思ってる近くないんですよ。ああ、そういうことですか。むしろ気候がたい気候が違うんで、えっ、ー、と、9月はまだいいですけど、10月、11月はヨーロッパはだいぶ寒くなってきてる中で、まだ10月、11月も暑いっていう中で、難しさがあるかなっていう感じですね。意外と中東でも8、9時間かかるんで、そんなに近いって、あの、 横もあれはあるんですけど、中途は下に降りるんで、その分が意外と近くないですよねうん、うん。あと、あれっすよね。移動だけじゃなく、これって表に出にくい問題ですけど、その現地でのコーディネート力っていうのが重要だと思いますね。その、まあ、言っちゃえば、あの、移動自体がうまくいったとしても、現地での宿舎の状況だったりとか、食事の状況とか、それうまくやれないだけで一気にコンディションって崩れるんで、 それのあたりを、こう、アウェイだけど、いかにアウェイ感を感じさせない環境を用意できるかって結構、言っちゃえば現地でされる嫌がらせとかも昔ほどじゃなく、にしても、やっぱり、アウェイっていうのは、え、この食事整ってなかったなとか、あ、このい、このバスの移動こんな時間かかるのとか、急なトラブル出てくるじゃないですか。そういうのがないように、もしくは、あった時にどう対応できるかっていう、そこの、なんかこう、 運営力みたいなのって、すすごくアウェーって問われる部分ですよね、うん、そこら辺は日本も経験をなんか,あのかなり重ねて、高ままってそうではありますよね、まあ、サウジアラビアとかはそうですし、まあ、例えば14年の、今おっしゃったレオさんの言うところでいうと、一番有名なのは14年のワールドカップと18年のワールドカップで、うん、移動距離が長い中で、14年のワールドカップは前日に移動しちゃったんで、結構選手たち疲弊して、ロシアはブラジル以上に開くなったんで。うん 全然実に移動して、試合2日前からもうゆっくりできるようにしようっていうので、随分コンディションが変わったっていうのがあって、今回も中国は入りましたけど、逆にえとシリアとか、まあなんかその北朝鮮とか入らなかっただけ、まだその辺のハンデが出づらいなとは思いますけど、ちょっとバーレンはまだ未知数ですね。しばらくやってなかったり。 なんかバーレーンサッカー協会の問い合わせ窓口がホットメールだったりとか、<laughs> <laughs> そういうところもなんか大丈夫かなっていうのを <laughs> ちょっと感じたんですけど。本当、自分が監督やってみて思うのは、運営うまくやってくれるかどうかによって、あの、本当にチーム力変わっちゃうんで、で、これって一番言い訳もできないところなんですよ。ただの身内批判になるじゃないですか。うまく運営できてないことに対して。移動ちゃんとさせてくれなかったとか。ってなると、本当にこの、 監督、だ言っちゃえば監督だけでチーム作れないってこういうことになるんですよね。だから今の日本代表の状況で僕らはわかんないじゃないですか。あ,あ、そこの移動とか宿舎うまくいってるかなんていうのは。でそれって実際にあの戦とかの話で言うとやっぱり戦の前に勝負決めてて、 戦自体は、それのけ、あの、やってきたことを反映する。言っちゃいピッチ上って答え合わせなんですよね。なんでそこの前段階っていうのは、なかなか報道されないところですけど、実際は勝敗を分けるのにすごく重要な部分だと思いますね。いやー、レオスもおっしゃる通りですよね。だから本当アメリカ大陸でのワールドカップになったら相当多分大変で、な今までより休日、レストでは長くなるけど、暑さも違う。で、時差もあったりするで、移動を持って、逆に言うとね、 極端、有名なのは、なでしこワールドカップ、なでしこが女子ワールドカップの時に、ドイツ勝ったんで、ドイツの、ドイツが1位抜けしたらグループリーグから全部すごい楽になるに程って、で、移動も最後、準決勝以降ないみたいな、そういうスケジュールでやれて、その、いろんな恩恵を受けれたっていうので、まあ、これは今回もそうだし、と長期的にも、その辺はしっかり考えていきたいなとは思うし、ちょっとそこは、最近監督もちょっとあの、戦術にすごい寄ってるんで、その辺をちょっと不安だなっていう、うん、コパアメリカとか見に行けばよかったのになって、個人的には思っていて、うん、実際の、 実は戦術はまあ映像でもある程度見れるけど、実はその大変さをどうするかっていうことを考えた方がいいなっていうのはちょっと感じますけどね。ちょっと先の話になりますけど。今日<ー>、はい、その意味ではやっぱり本大会に向けた学びの場は本当に豊富ですね。学びは豊富ですね。ちゃんと活かせば。 そうですね。それを本当に活かしてほしいし、だけど逆に言うと、なんか、堂安選手とかは、その走れるっていう意味で言うと、やっぱこう、環境悪い時とか、まあ、カタールのワールドカップとか、意外と本大会でやる、あの、みんなの評価とのギャップですけど、意外とその、大会前まではそんなに評価高くないファンとか、でも実際は結構点取ったりっていうのは、やっぱそういうところでの、 悪い環境でのなんかその根性、ある意味根性っていう昔になるけど、そういうところは強いから本大会で比較的結果を出しやすいのかなっていうのは感じますし、そういうのも見極めてほしいですよね。で、それはみんなも評逆にそういう選手を評価するっていうのは大事かもしれないですよね。わかりました。ということであの、じっくり分析していただきましたけど、最後にちょっと恒例のスコア予想ということで、今回中国戦、何対何になるでしょうかということで、まず三村さんからお伺いしましょうか。はい、えー、1対0で日本。 結構、僅差なんですね。フ、はい、ームなのにいはい。簡単じゃないかなっていうところも含めて、まあみんな硬さもあるかなと思うので、1対0っていう感じの予報で。ただまあ点取られると本当に苦しくなるんで、まあ0点っていうところをみんな意識するからこそ、硬い戦いになるんじゃないかなって。 森保さんとかもかなりその前回の反省を踏まえて、相当も本当に、石橋をもう叩きまくって、ブルドーザーで一回行って大丈夫かなっていうぐらい、石橋じゃなくなってるぐらいなところで、慎重なところは見れるんで、まあ、そういうところも踏まえて1-0みたいな展開なんじゃないかなっていう気がしてます。誰がゴール決めますか今回はちょっと逆にセットプレーで、じゃあ、そうですね。 ま、伊藤選手が決定、板倉選手が決めるみたいな、そういう感じで1-0みたいな感じ。ちょっとセットプレイもかなり練習しているらしいので、で、最初、あの、この間の20予選からいろいろやってるらしいので、それがちょっと出るといいかなっていうふうに見てます。あかりました。りょさんいかがでしょうかうーん、4対1で日本にします。おお<ー> <laughs> かなり点差開きますね。そうですね、あのー、苦戦するなら、すごい、 一一とか、ええ一一で、えー、引き分けとか、二一で負けとかだと思うんですよ。でも、あの、勝てるんだったら大差つくから、みたいな。二点取った時点からは、どんどん取れるみたいな感じで、その、さっき言った読めない部分の相手がロングボール使ってきたりとか、日本対策をどんぐらいしてくるか。真っ向勝負してくれるんだったら僕のスコアになるなと思ってて。うん。日本対策してきたら何対何ぐらい 日本対策しっかりしてきて、えー、っと、日本がペースつかめなかったら、一番最悪なシナリオは2-1とかで負けると思いますね。ああ、した負ける可能性もゼロじゃないんですね。なんですけど、もう普通に、例えば自分が全財産を持ってて、それをスポーツベイティングしなきゃいけないとしたらっていうので言ったら、うん、まあ戦力で考えたら、もうこれで、で1個ミス起きたりとかすんのかなっていう感じで4、4-1にしました。うん、誰が点取りますか、主に。 結構中国は、再度切り崩された時の、あの、中に待ってる選手たちのクロスの守備の仕方とかが緩いんで、なんでそれで言うと、えっ、ー、と、伊藤が切り込んだ時の三笘だったり久保とか、三笘切り込んだ時の久保伊藤ってところと、あとはセットプレーで板倉っていうところですかね。うん。わかりました。どう、なんか三村さん、コメントあります大丈夫ですかいやいや、その、はい 441なるほどなっていう、面白いなっていう。<laughs> まあ、ホームっていうのもあるんですけどね、はい。まあ、そうですね。ただまあ、だって前回と違うのは、前回5000人ぐらいしか初戦入れなかったんですけど、コロナで。まあ、今回、まあ一応、まだ売り切れてなくても5万人ぐらいあるんで、全然空気感としてもやる、ホームらしさをたた、えー、出せる感じはあると思うんで、その辺も違うところはあると思いますけどね。わ、うん、かりました。ということで、今回は中国戦を軸にしながら、ワールドカップ3次予選の展望をお伺いしました。お話ありがとうございました。ありがとうございました。